ならちょっとボルドーとか、なんか茶、これは結構赤なんですけど、見て。ツイッターライブ、あ、そんなのあったね。ツイッターライブとかあったね。全然してないね。なんかツイッターはちょっと私の個人的なこう、イメージなんですけど、ツイッターはなんかちょっと公式感というか、だからなんかちょっとこうかしこまっちゃう、真面目になっちゃうんですよ。ツイートするときもそうだし、なんか、だからツイッターライブなんてできないかもしれない、もう。インスタは、なんかもう、気軽に、なんかあげれるから、だからダンス動画とかも、この間、ついこの間、昨日、おとといあげたダンス動画も、ツイッターじゃなくて、インスタにあげたのはそういうことなんですけど、ありがとう、髪の毛暗くしました。アッシュ系が好きなんですけど、アッシュってやっぱ落ちるのも速攻じゃないですか、もう秒で落ちるじゃないですか。だからもう嫌だと思って、もう落ちるのが秒だから、もうそれをそのいい状態で入れるのがもう数日1週間も持たないんですよ。だからもうアッシュのほんと暗いやつにしてもらって、でそっからキープしてます。まだまだ数日だから、ヒッカー ヒッカーだよ。 そう、舞台がつい最近終わったんですけど、見に来てくれた方どんくらいいるんだろう。そう、ヒッカーでした。ヒッカー、ヒッカーっていうか逸見光っていう役をしたんですけど、ツインテールで ツインテールして、もうなんか変な子だったと思う。変な子だったでしょう。変な子だった。だから最初正直なんか台本を最初読んだ時、光マジ変だなと思って、私ちょっとあんまり好きじゃなかったから、そういう女の子が。だけど、読んでくうちに、いや、読んでるうちはまだ好きじゃなかったけど、稽古してくうちに、どん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 こう、光のいいところが見えてきて、すごい好きになってきて、ひかちゃんがいなきゃ、オチが見つからなかった。本当？ 光ドア閉めます。アッシュのめっちゃ黒暗く染めてもらったら、お風呂入ったりしてもそこまで髪の毛明るくならない？それも個人差あるかな。個人差はあると思います。でも私3日に1回ぐらいは紫シャンプー使ってるんで、それ結構大きいかもしれない。であとお風呂上がったらもう秒で乾かすっていうのをやってます。そっから結構髪質ちょっと変わったかもしれないです。だからね、秒で乾かすの大事だよ。濡れてる時がね、一番痛むからね。今日何してた？ダンスレッスンしてた。だから今めっちゃ汗臭い。うわ、めっちゃ臭いよ、今。ごめんね。長崎雨大丈夫？大丈夫。
そう、お母さんに電話したけど、なんか最初電話した時出てくれなくて、で LINE で雨すごいみたいだけど大丈夫って送ったら、それも帰ってこないから、えちょっと待って大丈夫と思って鬼電したんですよ。そしたら出て、あはは、何何って言い始めて何じゃなくて、連絡取れないから心配したよって言って、雨大丈夫って言ったら、うん、全然大丈夫こっちはって言ってたから、よかったと思って、全然何でもなかった。連絡取れないと心配しますよね。でも佐賀とかさ、福岡が今、いやすごいんだよね、ニュースで見たけど、大丈夫大丈夫かな。結構すごいですよね。バズの新曲聞きました。聞いたっていうか、PV 見た。めっちゃ良きですよね。見ました？濡れたまま寝るのはダメよ。そう、髪の毛濡れたままね、よく寝てたの私。寝落ちガールだったの。だけどそれを美容師さんに言われて、なんで私こんな髪傷んでるんですかねって相談したらなんかそれを言って、なんかいろいろこうね、なんかエピソードを、髪のエピソードを言ってくうちに、いやそれはあかんでしょっていうのになって、それ大きいっす。でも乾かすのめんどいのよ。それな、いや私そう、髪を乾かすのがめんどくさいから髪を切ろうと思ってるんですよね。どう思います？その理由はちょっとあれかな。でもな、髪切ってさ、それがさなんか微妙で、だったら切らない方が良かったとかなるよね。ドライヤーのために切るみたいな。夜中にテレビにバズいた。あ、昨日か。昨日でしょ。昨日の夜中でしょ。もう時間的に今日でしょ。私も見た。ね。あれでしょ。お客さんがいる。いたやつ。長崎観光大使おめでとうございます。なってないんだよな。それ違う人だな、多分な。私じゃないな。誰ですか？
とバズのユージくんのコメントが、坊主っていうコメントが見えたけど、ちょっとスルーでいきます。静止画なんじゃないかってぐらい動かないじゃん、リカ子。動くよ。でも私結構舞台の時、この間の舞台の時に言われたんですけど、もうなんか、なんて言ってたっけな、なんか落ち着きすぎてないってめっちゃ言われた。なんか年齢、その年齢じゃないでしょみたいな、すごい言われて、私その年齢じゃないのかもしれん。一人映画しに来た。え、いいなぁ。いいなぁ。何見るの？いいなぁ。一人映画。いいね。あまりタイムが長い、ごめんなさい。島袋さんの T シャツ着てる。あ、そうそうだよね。そう、これファンの方からいただいたんですけど、めっちゃ、これヒロさんの T シャツだよね。かわいい、めっちゃかわいい。インドネシアからよろしくお願いします。本当に？本当にインドネシア？仕事中などで一言だけ言わせてください。舞台最高に楽しかったです。またの機会をお待ちします。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。嫌われると思ってたから嬉しい。私も最高に楽しかったです、今回の。あ、そう、なんか舞台のその百点アンチョイスさんっていうあの団体だったんですよ。そのあのなんかブログリレーをしてて、でなんかもう本番終わっちゃったなっていう、私順番来なかったけど、まあ終わったんかなって思ってたんですよ。そしたらあの昨日マネージャーさんからなんかね、あの順番来たからみたいな言われて、あ、終わったけど来るんだってなったけど、まあでもちょっと書きたいなって思ってたから、待ってたとこあったから順番を、だから昨日書いて、ちょうど送ったのがもう昨日の夜アップされてて、でまあでもそれに気づいたのがちょっと遅かったんで、時間が、だから今日あのアップし、今日そのそれをまあリツイートなり引用ツイートなりしようと思ってたんですけど、ちょっと今日も今日で夕方になったけど、まあこのインスタライブが終わったらします。ちょうどよかった。本当に観光大使になったかと思った。なってないです。お盆休み何してたの？お盆休みはね、え、舞台でしたよ。お盆休みがね、ちょっといつなのか把握できてないんだけど、多分本番中だったのかな。今フランスにいるよって、いいなー、いいな、私めっちゃ海外に行きたいんですよ。行きたいっていう、いうのはみんなそうか。まあでも行きたい、めっちゃ行きたい。
らしいことした、してないんだよね。ちょうど舞台がね終わったばっかりだから。でもさ、しました、あの辛しいことって。逆に皆さんは何したの、教えてほしい。夏らしいことって何？そうめん流し。あとはまあ夏祭りとか。何した？飛ばします。みんなが流しそうめん流し、流しそうめんじゃねえ、どっちでもよくない、どっちでもよくない、そうなの、どっちでもよくない、流しそうめんなの、そうめん流し、どっちで、何、海でバーベキューしたの、したの、海でバーベキューって言ってるだけだけど、したの、光のポニテ可愛かったちょっと待って、ポニテしてないな、光はポニテじゃないな。琴平スカイパーク行った、なんだっけ、どこだっけ、あ、すごい聞き覚えがあるけど、どこだっけ、琴平スカイパーク、アメリカ横断の旅してきた、待って、めっちゃ楽しそうじゃん。いいなぁ。いいなぁ、それ。いいなぁ、海、海行った。海、いいね。でも海ってさ、どこの海？ちょっと、海の場所によるよ。花火やった！花火やったん！あ、花火、いいね。花火か、前メンバーでやったな、すごい何年も前の話だけど、めっちゃ蚊に刺されて帰ったっていう覚えしかないな。川で遊んで転んで携帯&財布水没させた最悪やな。海水浴行ってないだけ、どのくらい、海水浴ってさ、普通に海に入ることよね。私海もう3歳ぐらいから行ってないよ。3歳ぐらいにお父さんに抱っこされてる、なんかお尻丸見えの写真があるんだけど、それ以降海に行った記憶がない。沖縄のなんか沖縄でお祭りに出演させてもらった時に、映像を海に撮りに行った時に、あ、でもそれは海入りに行ったわけじゃないから、まあ、すごい濡れたっちゃ濡れたけど、シャンプーとかし直したけど、でもね、海水浴は3歳ぐらいかな。長島スパーランド行ってきた。いいなぁ。どこだっけどこだっけ、長島スターランドどこだっけ。でも一回行ったよ。学校の遠足で行った記憶がある。
沖縄でシュノーケリングって何？何？川、キャンプ、花火。オールフォーユーの DVD まだだよでも秋だよ、秋。それのね、あのなんか秋だからまあ10月10月あたりですよね。楽しみだな。カラスの話、海じゃなかった？カラスの話。カラスに襲われたのは、私学校に登校してた時だから、高2の時だから海じゃないよ。シチュー食べたくない突然の私でも最近でシチュー3回ぐらい作った。シチュー簡単じゃんだからスイカ食べましたか？スイカみたいになってるやんね。スイカ食べてないです。あ、食べた。舞台の時に食べた。楽屋の隣の席に座ってたしずく姉さんっていう方がスーパーで買ってきた、もうめっちゃでかい、でっかくカットされたスイカを買ってきてて、あ、それ食べてないわ。あ、食べてないわ。結局食べてないんだ。あ、私大丈夫って言ったんだわ。なんだ。富士急マジで怖かった。富士急行ったの？私はね、もう絶対ね、何があってもね、あの富士急だけはね行かないって決めてる。なんでめっちゃ近いの？裏が？え？近い？だってね、ね、私手短いから、こう遠くなるとこうやってこうコメントを動かせないのよ。ごめんね、手短いのよ、ごめんね。ネバーランド行きたいそれは私も行きたい。 DVD めっちゃ楽しみね。楽しみ、DVD 楽しみ。楽しみ。私も楽しみだ。最近リードさんに会った？あ、今日スタジオに来るときにケイタさんに会いましたよ。イエーイってやったに夏したいことありますか？あ、でも去年かな、一昨年かな、去年か、ちょっとこうもう時間のなんかもう去年か一昨年かちょっとどっちかなっていう感じなんですけど、でも去年かな、
あのラフティング行きました。知ってる？ラフティング。なんか川をボートにあの乗ってこう漕ぐですけど、なんか結構波がすごくて、で夏なのにめっちゃ寒かったので、結構もう結構ねもう結構びしょびしょなる。でも楽しかった。でも寒かった。寒かったのが一番。海に出てきたのはトンビじゃないかな。あ、トンビ、そう、トンビだよ。真宙と江ノ島に行ったんですよ。まあそれも結構前だな。何年前かな。まあでもまだ学生だった時だったんで、うん、そう、江ノ島に行ってて二人で、で途中でなんか芋餅みたいなさ、こう出店が出てて、芋餅売ってて、で真宙と買おうって言って買って、でこう写真とか撮るじゃないですか。真宙との写真撮りながら歩いてて、で、あ、もう OKOK って言って、でじゃあ一口目食べますって食べようとしたら、バサッてトンビに取られて、もうめっちゃ焦るよね。そういう経験ない？めっちゃ焦って、もう怖すぎて、で私近くのローソンに入って、マヒロ爆笑してて、で、マヒロ、ねえ、もうちょっと待って、無理無理無理、もう私無理、もう出れない、無理、もう無理無理無理、とりあえず無理って言って、そっから、一時、マヒロ、行こうよって言ってたのに、私はもう、ローソンで一回もうなんか、もう、ああ、もう無理。もうちょっと待って、ちょっと待って、一旦無理って言って、ローソンで心を落ち着かせて、でトンビがいないかどうか確認して、あの海行って、まあでもあれも足入っただけ、入るつもりなかったから、水着とか持ってってないから。いや怖かった。江ノ島行くとき気をつけてくださいね、トンビ。え、トンビ、マジでトンビすごいよ。だってさ、芋餅ってさ、この串にさ刺さってるわけよ。でこの串だよ、ここくわえてったんだよ。すごくない？結構ね、細かい作業よ。あ、30分って決めてたんで、もうそろそろ終わろうかなと思います。ごめんね、こんななんかクソつまんないどうでもいい話ばっかして。でもね、全然こうあの舞台でやってて、てか皆さんとあのちょっと空いてるじゃないですか、イベントとかが。だからなんか普通にお話ししたいなと思って、なんでちょっとまたやりたいな。鳥系にいじめられがち姉さんやん。いや、そう、いや鳥結構ね、あの多分私のことなんか標的にしてると思う。はい、じゃあちょ皆さんも鳥とか気をつけてください。はい、じゃあありがとう、楽しかった、よかった。私もちょっとお話できて嬉しかったです。お話、うん、コミュニケーション取れて嬉しかったです。じゃあまたやります。バイバイ。どこする？あ、ここだ。バイバイ。